接続水域、接続水域、接続水域、英語、カンティグスゾーン、普通語、ゾーンカンティグとは、国連海洋法条約33条に規定され、領海の外側12海里以内、領海基線から24四海里以内に設けられる。水域あって、外国船舶が沿岸国の法令に違反するのを、防止処罰する目的のため、沿岸国に限定的な権能行使が認められる。 水域である大航海時代以降、欧米諸国では貿易において黒字を出すことで国富増加を目指す重商主義が経済基盤となり、それに伴い関税に対する規制も厳格になり、海を越えて移動する物品にも関税がかけられるようになる。しかし当時は海の国境管理は社会通念上定着しておらず、 密輸に対する犯罪意識も低かった。かかる社会情勢にあって、欧米諸国は了解を超えて、密輸を取り締まる完全水域を設けるようになり、これが接続水域概念の方がとなったのである。接続水域の法期限は、1736年の英国による徘徊法、ホバリング、アクッツとされ、当該法令に基づく完全水域を制定して、以降、 自国領海の外側の水域において適用される国内法令を制定する国々が現るようになった。そのような領海外における関税法の適用を認めた著名な事件として、米国におけるチャーチ V ・ハバート、1804年がある。本件において、マーシャル、ジョン・マーシャル米国最高裁主席裁判は、自国への侵害を防止する国家の権限は、 合理的必要性をもって、領海を超えて講師シュールという決定を下した。上述の歴史的経緯から、領海外における関税に関する権能行使は、共通の便宜、諸国の国際令状、ザコモンコーテシー・オブ・ネーションズ・フォー・ゼア・コンビニエンスとして認識されるようになった。関税水域概念の先駆者である英国だが、1850年のプチジュール号、ルプチジュールス事件を機に、 領海と航海の厳格な二元的海洋法秩序を主張するようになる。1850年、英国人船員を乗せたフランス赤船舶であるプチジュール号が英国に向けて密輸を行っていたところ、ウィット島ザーイルオブホワイトから約23回里の水域で英国巡視船に打破された。その後、インチ途中に乗組員が反抗し、英国管理1名を殺害。 残りの管理を海に投げ込み、フランスに逃走した事件である。加害者である、フランス人の逮捕に関し、英国王蔵大臣が、国王法律顧問、クイーン、S アドボケートに対し指紋を行ったところ、法律顧問は、国家主権は、巨岩3回離まで及ぶことが、一般に承認されているが、その限界を超えて、国内法の適用を行うことはできない。 したがって、ウィット島から23海里の公海上でのフランス船舶の打歩は国際法情勢投化できず、英国政府はフランス政府に当該加害者の引き渡しを要求する権利を許さないと回答した。この英国による政策方針転換の背景には、公選可能な公海海域を広く確保しようとする海軍出身の法律顧問の意見が反映され、 また、世界の覇権を握った英国は、戦争、植民地維持のための財政収入は、不要となり、保護貿易主義から自由貿易主義へと移行し、それに伴い関税も低く設定され、関税水域の必要性が低下したことも、影響している。当事件以降、英国の徘徊法の適用は、実質的にやみ、1876年の関税統合法、 カスタムカンサーリーデシャンやクッズで廃止された。しかし、英国以外の欧米諸国は依然として完全水域を設定し、たびたび国際問題となったのである。その後英国は一貫として領海三海離絶対主義を主張しながらも、他国が特定目的で領海遺援における管轄権行使を黙認するようになったのである。第一次世界大戦後、1930年に、 国際連盟の下で開催されたハーグ法典、編参加会議において領海について議論された際、接続水域もこれに付随する形で扱われた。専門会委員会と各国のコメントをもとに、討議の基礎第5号が作成され次のように記された。領海に隣接する公海上で、沿岸国は外国船による領域内または、 領海内における関税及び衛生上の規則の違反または国土の安全への干渉を防止するために必要な規制、コントロールを行うことができる。最終的には、領海福音に関する合意がなされなかったことに伴い、接続水域についても条文化失敗に終わったが、同水域の存在は国際法的に認識されたと言ってよい。実際、ハーグ法典化会議以降、 様々な国家が接続水域を設定し、法学者によって接続水域概念は研究されるようになった。条文化失敗に終わったハーグ法典、編参加会議から28年後の1958年に、ジュネーブで開催された第一次国連海洋法会議において、領海及び接続水域に関する条約が採択され、接続水域概念が初めて明文化された。 同条約の討議原案は、国際法委員会、インターナショナルローコミッション以下、ILC で審議され、海洋法条文案として起草されたものであった。接続水域の規制項目に安全を加えるか否かで各国に対立が生まれ、最終的に安全という規制項目は削除されたが、接続水域における沿岸国の権能に関し十分な議論がなされずに、 解釈が曖昧のまま条文は採択された。この解釈における論争は、口述、沿岸国の権限を参照。接続水域で国家は通貫、財政、出入国管理、衛生に関する法令の違反について、防止や処罰を目的とした措置を取ることができる。ただし、国家の安全に対する侵害行為に対する規制は、接続水域制度の像には含まれていない。 かつて国家の安全も接続水域制度の範疇に含めるべきとする主張も一部あったが国家の安全という概念が曖昧であることやそのような事態に対しては通関衛生上の国内法令や自衛権行使によって対処すべき場合が多いという理由で賛同を得られなかったためである。接続水域で沿岸国が外国船舶に対して規制を行うことができるのは 上記のような国内法令の違反が領土、内水、領海において行われることが事前に想定される場合にこれを予防するため、またはすでに領土、内水、領海で国内法令違反が実行された場合にこれを処罰するためである。沿岸国の規制権のあり方について二つの異なる立場がある。一つは接続水域は本質的には公海であり、 沿岸国が、領海において、国内法令違反船舶に対してしうるような打捕や、逮捕などと一強制措置を含めてはならず、検査や警告など、予防的警察活動にとどめるべきとする立場である。もう一つは、目的が限定されている点を除いて、沿岸国は、領海と同様の排他的管轄権を有する他、目的の範囲内であれば、打捕や逮捕といった、 強制措置も行うことができるとする立場である。つまり争点は外部から領海に向かってくる船舶に対して国内法令違反が未だ発生していないにも変わらず強制措置を取ることができるかという点である。一般的にはの立場が有利に介されており、規制対象船舶は領海や内水に侵入していない以上違反行為の実行の着手はまだないと見る気であることから、 関税不加貨物の積み替えや徘徊、沿岸国の予防措置に対する実力行使に対して、規制する場合を除き、沿岸国の権能は予防措置に止まり、強制措置まで含まれないと言える。接続水域を中心に論説している、日本語文献を挙げる。他の文献は、中央参照されたい。小田茂、接続水域の概念、海の資源と国際法に、有比較。 1972年第9章初週、419から450ページ。なお、この論文は、シュゲルオダ、ザ・コンセプト・オブ・ザ・カンピグスソン、11アイアンド、CL931、131から153を翻訳したものである。子が守る、接続水域の法的地位国際法学改編、日本と、国際法の百年、第3巻、海。 三聖堂、2001年第3章書集、54から83ページ。高林秀夫、接続水域の法的性質、山本草に、杉原高根編、小田茂先生歓暦記念海洋法の歴史と、展望、有比較、1986年第1章書集、1から34ページ。林久重。 接続水域の法的地位海洋法条約に係る海上法案法制1号1994年56から84ページなおこの論文は林久重海洋法研究日本評論者1995年第4章83から102ページに編集されている深町金の部接続水域の発展過程栗林忠夫 杉原高根編、海洋法の歴史的展開、有野の武道、2004年第6章初秋、144から167ページ。水上和幸、接続水域における規制広島法学27巻4号、2004年1から29ページ。村上歴像、接続水域世界法年報17号、1998年44から62ページ。 安富清海上における犯罪の取り締まり、接続水域における不法入国に関連して、法学研究71巻6号、1998年1から28ページ。山本草に、接続水域海洋法、開示法判例研究2号、1991年163から186ページ。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。